時刻は11時前になります。せっかく来たんでね、一周しようかなと思います。前もね、一周したけど今回も歩きます。昼間はマサオさんと一緒に本当にたくさん歩きましたね。3時間以上一緒に歩いてた。本当に楽しかった。民宿村、西側の廃道になりますね。東側はアスファルトは残ってるんだけど、西側に関してはだってほらアスファルトがないんですね。取られちゃってる。袋だ。今日はこの道をひたすらまっすぐ行きました。ちょっと怖いな。ちょっと俺には入っていく勇気がない。まあ、夜入ってった方は知ってますけど、俺には真似できない。樹海村ってもうそのままだよね、名前がね。神杭式
けど、運転もたくさんしてここに来たけど全然眠くない。ここですね。ちょっと入ってく勇気がないですわ。入ってきないです。街灯の色が違う。街灯の色が違うよね。小林さん怖くていけないです。意外と結構売ってるな。
ちらが民宿村東側の廃道になりますね。さすがにね、怖くて入れない。まあ今の先にロープやら、ブルーシートがねあるんですよ。こんなの夜見たら震えるわね。
障子郵便局ですね。だからもうその辺か。そっか。今日の部屋はあちらでございます。あそこです。Yes.